はい、ガイチですってな感じで、今日はね、久しぶりに、もうだいぶだな、半年以上行ってないの、スガちゃんとこに髪の毛切りに行きます来ますったっていうのは暗いかな、大丈夫か。いやね、ちょっとね、役のこととかあってね、8月の舞台ちょっといろいろありまして、今回は出ないことになりました。非常に残念ですが、またの機会を。ビジョン、おかげさまで8 days 無事終了いたしました。見た人いるかな、いたら教えてね。てな感じで、片手運転危ないんだけど頑張って行きましょう。それではまたね、ゴー。はい、てな感じでね、ヒゲもちょっとね、髪の毛短くすから合わせてヒゲ難しいね。いや、なんかね、この間あれはまだそこ出してないのか、なんかタヌキとカッパの話で、俺着物着てタヌキの擬人化したやつをやったんだけど、それのつながりでずっと髪の毛もひげもね、暑い中我慢してたんだけどさ、なんかそれちょっと分かんないっていうから、今度追殺する方は、追殺じゃないんだ俺はな、なんか動画あ、じゃあなんだっけ、あれ絵本の出版社のなんか重役の役らしくて、まあちょっとさっぱりしてもいいかなと思ってきてます。ちょっと渋滞しちゃうね。こんな感じで、すがちゃんまだ店やってっかなちょっとのどかに、いやー、実はちょっとね、夏風邪で4日間ぐらいダウンしてた。またジム行って鍛え直します。それでは、はい、スピード注意、取締エリアです。スピード注意、てな感じでね、今日は台風一過、晴れないな結構涼しいよ、涼しいんですけど、まあ、ちょっと歩いて行ってみようかな。今すがちゃんの前通ってきたんだけどね、誰かなんかパーマかけてたな、待つかな。まあ俺はカットだからね、すぐ終わると思うけどね。そんな感じでテクテク歩いていきましょう。テク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 と、車の音も入ったけど、夏のセミしぐれ。あ、いよいよ近づいて声がひっくり返っちゃった。いや、いよいよ近づいてまいりました。いつものすがちゃんバーバー、バーバーじゃないの本当はな、サロンなんだっけ。だって今一瞬最初来てみて目があって大丈夫そうかな、まあ、行ってみましょう。撮影許可 OK だったら撮影しましょう。それではパリ撮になりにゴー。ここじゃ、なんだっけ、ブッダヘア。大繁盛、スガちゃんとこすごく混んでます。大繁盛。あら、救急車大丈夫かな。てな感じで、ちょっと鎌ヶ谷の大仏様を映すか、これか。あ、大変だね、救急車ね。これが鎌ヶ谷大仏よ、映る大仏様。あら、こっち来ちゃった。無事でありますように。あ、もう撮ってんの。まだ撮ってないよ。あ、撮ってたこんな感じでスガちゃんにやってもらいました。なんか今日はね、べしゃりの調子がいまいちだから出たくないっていうので、まあ、一瞬出てもらおうね。はいはい、スガちゃん、はい、なんか言ってください。はい、ダメなやつだ、何って、トークを楽しみにしてんのすいません、それだけで撮ろうとして、ね、調子悪いんです、すいませんてな感じでね、はい、いつも幸せなすがちゃんの横に私は帰りますんでね、それでは
おじさん、これサブスクライブプリーズ、ね、フシボダ、ね、グッドよろしくお願いしますよね。Any commentary welcome please。 それではカイチでした。じゃあスガちゃんとっからが買います。これ狂ってんな、やっぱなんかな今な。